はい、ケイキャンライフです。今回は、前回やった、ダイソーの気になる商品ですね。前回は3号炊きの、メスティンをやったんですが、もう一個どうしても気になるのがあって買ってきました。はい、こちら。アウトドアコーヒーメーカーカップセット。これね、めちゃめちゃ気になってたんですよ。うん、これは、ミルと、あとコップと、ついてるのかな、全部セットになってて、これだけで、ミルで挽いたコーヒーを、楽しめるという商品ですね。で、僕結構ね、コーヒーとか、飲むので、インスタントとかじゃなくて、ミルで挽いて飲むので、とりあえずね、僕が持ってるコーヒーアイテムと、あとこっち使って、コーヒーを飲んでいきたいと思います。実際ね、これ使えるのかどうかっていうのもね、試していきたいと思う。これ使えたらかなりいいと思うんで、これ、こんだけのコンパクトなサイズでね、これコップ2ついてるのかな ?2 ついてる感じなんで、2人分作れるということで、実際今からやっていきます。では普段僕が使っているコーヒーグッズを紹介していきます。こちら、カルディで買ったエスプレッソマシーンですね。今回こっちの、ダイソーのやつと、あとこっちでコーヒー入れていきたいと思います。はい。ではね、ダイソーのアウトドアコーヒーメーカーカップセット、開封していきたいと思います。こちらにね、セット内容が、カップ2個、手動式ミル、ドリッパーとか書いてありますね。はい。では、開封していきます。はい、こんな感じでね、非常にコンパクトに収まってますね。これがコップになるのかな?これで、コーヒー2杯いけたらすごいぞ、これ。まあ、コップが2つと、はい、これでコップ2つですね。で、これが、これがドリッパーになってるのか。なるほど。ああ、そういうこと。こんな感じで乗せて、これすげえかも。うん。ここに、挽いた豆を入れるんだよね。きっとね。うん。で、こちらが、ミルになってる。あ、こっから豆入れて、あ、これすごいわ。この状態で引くってこと?え?この状態で豆入れて、引いた豆が、こんな感じでね、豆引いて、引いた豆がここに溜まると。うん。で、カップ、ここお湯を注ぐってことでしょ?あ、この状態で引くのかな?もしかして。そうだな、きっと。うん。で、ここに粗挽きとか細挽きの調整がついてて、ちょっとわかりにくいけど、この隙間が調整できるという感じですね。はい。ちょっと粗挽きの方がいいかな。うん。こんな感じかな。はい。では、まあ実際ね、お豆を入れて引いていきます。はい。はい、では今回はね、1杯分作るので、まあ大体、こんなもんかな。うん。じゃあ引いていきます。はい、これちょっと思ったのが、これまあグラグラなんですよ。グラグラ。ここ置いてあるだけなんでね。すごい引きにくい。てかブレるので。ああ、わかった。これもうはめた状態でやるんだ。すごいミスしてた。これちゃんとね、ネジみたいになってるんですよ。で、僕浮かした状態で今やってて、これ、こうだ。うん。あ、これは安定しますね。取れたんだけど、これそんなことある？はい、こんな感じでね、壊れたというか、多分ネジが取れただけなんだけど、あ、バネになってるのか。バネになってて、ワッシャー入れて、多分。これ入れて、こうか。
ここのねボルト気をつけてください。あのパンと取れるんで回してる時に、あの取れたら、まあ、さっきみたいに直せるんですけど、ちょっとこのコーヒー豆がね無駄になっちゃうので、はい、やり直します。はい、では仕切り直していきます。はい、こんな感じになってます。ちょっと豆少ないと思うんですけど、多分カップが小さいんで、あのこんな感じでいいかなと思います。実際この網網でドリップできるのかっていうのは心配なんですけど、下にもちょっとね細かい粉が落ちてますね。うん、これはかなりマイナスポイントじゃないかな。あの飲んでる時にね粉っぽくなっちゃうんでね、うん、でもまあ今回はこれでやっていきます。でこの横にある爪を立てて、あとお湯入れるだけですね。はいはい、では次に、いつも使っているエスプレッソマシンもやっていきたいと思います。こちらはカルディで豆をひいて、カルディのミルで豆をひいて、どこにひいた豆を入れるかというと、ここなんですね。うん、これこうなってて、ここに豆を入れて、でこちらに水を入れて沸騰させると、で沸騰した蒸気、お湯がこの豆を通って、この上から出てくるという感じですね。はい。ではこれも実際今回やっていきます。はい、では豆引き終わりました。やっぱりね、豆の引きやすさは全然違いますね。断然このカルディの、これいくらだったか2000円ぐらいだったはずなんだけど、2000か3000円ぐらいだったはずなんだけど、もうめちゃくちゃ楽ですね、こっちの方が。はい。で、まあこれ、この引いた豆をちょっと粗挽きなんですけど、ここに入れると。これね、こぼれやすいので、気をつけて入れてます、いつも。うわっ、ほらね。で、こんな感じで引いた豆はここのね、網網のとこに収まりました。はい、ではダイソーのアウトドアコーヒーメーカーカップセットで引いたこの豆ですね。ちょっと細かめかな。あの、粗めに設定したはずですけど、ちょっと細かめになってます。で、こっちが、カルディの、このミルですね。はい、こちらで引いた豆ですね。こっちはかなり粗めになってますね。はい、実際これで、まあ、お湯入れて、コーヒー入れていきたいと思います。はい、ではこちらのエスプレッソマシンの準備をしていきます。このコーヒー豆入れたカップの下に水を入れていくんですね。よいしょ、まあこんなもんかな。はい、こんなもん入れて、このカップを、水を入れてカップを戻すと、はい、この頭ですね。はい、こちらをネジになってるんで、こうやって回してあげて、はい、こんな感じですね。で、これでまあ直接ここから火をかけるという感じです。はい、ではダイソーの方はもうこのままお湯入れる感じなので、まあこのクッカーでお湯を炊いて、まあ、こんなもんかな。そんなにいらないよね。で、湯が沸いたらまあこっちに入れるという感じですね。はい、実際やっていきます。エスプレッソマシンからいきます。これも直接火にかけます。で、まあ下の水が沸騰したら上に水が上がってきて、コーヒー豆を通って上がってきてという感じですね。はい、今こんな感じで上がってきてます。コーヒーが結構ね、あの勢いよく出てくるので、あんまり開けてるとね横に飛び散るんですけど、はい、こんな感じですね。まあブクブクいってきたらもう下がないので、火を止めて終わりです。はい、はい、では準備が整いました。まずはまあエスプレッソマシンの方からついでいきます。はい、こんな感じですね。うん、まあ、いつものコーヒーという感じです。ではこっちのね、ダイソーのアウトドアコーヒーメーカーカップセットでドリップしていきます。はい、これ直接入れる感じみたいなので、もうこのまま入れていきます。そのままスルッとお湯が落ちるんじゃなくて、しっかりドリップしてる感じはありますね。ゆっくり落ちてってる感じです。はい、こんな感じでもうお湯は落ちたかな。じゃあ上げてみます。はい、こんな感じになりました。まあでも見た目はね、全然粉っぽい感じもないし、うん、良さそうですね。はい、
こっちのエスプレッソマシンで作ったいつものコーヒーですね。まあ僕にとってはいつものコーヒーと、あとダイソーで買ったアウトドアコーヒーメーカーカップセットで作ったね、コーヒーです。いただいていきたいと思います。はい、では早速ね、エスプレッソマシンに入れたコーヒー、あとダイソーのアウトドアコーヒーメーカーカップセットで入れたコーヒーいただきます。コーヒーのあてはビスケットとチョコですね。はい、ではいただいていきます。いただきます。でまずはあのダイソーの方からいただきます。うん、あでも思ったよりあのクリアですね。クリアな味で、ちょっとあの水が少なかったかな、ちょっと濃いんですけど、あの分量でもうちょっと水多めですので、このミル、まあさっき入れたぐらい満タンぐらいで、このカップ、水一杯ぐらいで多分ちょうどいい濃さになると思います。まあ これね、今ちょっと濃いめなんですけど、僕濃いめ好きなんでこれで大丈夫なんですけど、うまいです。はい、じゃあエスプレッソマシンの方もいただきます。うん、やっぱね、まあいつものコーヒーなんでね、これ美味しいですけど、まあこれもね、あのダイソーで1000円で買えるアウトドアコーヒーメーカーカップセット、うん、これも使えると思いますが、さっき、ミルでね、コーヒー豆を引いてた時にやっぱりバンと壊れてはないんだけど、まあアクシデントがあったりとか、うん、あるので、まあそこちょっとマイナスポイントかなと。そのマイナスポイントもこのネジをね、しっかりこうやって、まあ、こうやって回してたら緩んでくるので、ここをま、ちょっと締めながら回して、これはちょっとめんどくさいかなと思います。はい。で、まあ、これのいいところは、直接ドリップできるってとこですね。うん。このまま引いて、この下にま、引いた豆が溜まってお湯入れるだけと。これはかなりいい点だと思います。はい。で、あとこのミルのやりやすさっていうのは、かなりやりにくい方だと思うので、ちょっと手が疲れましたね。うん。でも1000円でこのクオリティならありなのかなとは思いますけど、まあコーヒーこだわる方はね、コーヒーメーカーとかで売ってるね、コーヒーミルとかドリップアイテムとかね、使って美味しいコーヒーを楽しんだ方がいいんじゃないかなと思いました。ただ、とりあえずね、コーヒーを楽しみたいと、キャンプでね。うん。そういう方はまあこういうのをパッと買って、ね、まあカップもついてるし、まあ無駄な、あの出費も減るので、うん、まあ、1000円なのでね、まあ、1000円でカップとミルとあとドリッパーもついてるので、まあ、これはこれでありなのかなと思います。コーヒー、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今回は、ダイソーの、アウトドアコーヒーメーカーセット、はい、こちらを使って実際コーヒーを作ってみたんですが、まあ、本格的なコーヒーが手軽に楽しめるという点では1000円、ね、かなりいいと思います。はい、でまず、まあ、これ買ってもっとこだわりたいなって方は、まあ、もうちょっといい、コーヒーグッズを、買ってコーヒーの楽しみもね、どんどんいろいろ広げてもらったらなと思います。僕自身もねコーヒーかなり大好きなので、まあ、おすすめです。初心者にはおすすめっていう感じだと思います。はい、ではまあこちらは入門用って感じかなそんな感じに感じました。味は美味しいですよ。うん、今回の動画は以上になります。今回も、ダイソーで気になる商品使ってみたんですが、うん、ダイソーの商品ね、使い方によっては、かなり使えるものも多いので、また気になったものがあればね、実際自分で使ってみて、皆さんに、紹介できたらと思います。今回の動画は以上になります。また。